さあ両チームイレブンの入場です。再したリニューアル、その初戦です。すごいですね、この熱気が。拾いまして福森、浅野持ち込んでシュート、わずかに左、惜しいシーンでした。札幌長いボール、コロキへ、コロキ持ち出して抜きに行く、倒れた、レッドカード、一発レッド、決定的な得点の機会の阻止。この右足で中村の前に一気に入りましたから、はい、長いボール、大久保へ、大久保、大久保、ナイスキーパー、伊藤が来た、枠には行きませんでした、決定機。大久保、えぐって、かわしていく、大久保、シュート、伊藤、ブロックしました。さあ、福森から中島というところ、奪ってショーツ。クロスボール、ショルツだ、ショルツ攻撃参加、そして流し込んでいきました。いい奪い方、そこからの運び、相手をよく見ながら広げて、もう一回今度青木の背中からですよね。でボールの質も良かったです。最後は左、後ろではしっかりと裏が持って、縦パス、コルキへ、倒れました。関根だ、関根だ、オフサイド、ノーゴールです。ここは岡村が、いや、その前に笛、キーパーのクソンヨンが倒れ込んでいます。イエローカード、レッドカード、退場です。補正判定、完全に足の裏がすねに入ってますからね。奥原、クロスボール流れて、コロキシュート、ブロック、コロキもう一度ハンドをアピールしています。まあ、大久保から内側からこう潜り込んだ荻原にいいボールが入りましたし、そこからのクロス、判定は PK。 クソンユン、コロキ決めていきました。浦和追加点、落ち着いてましたね。浦和に大きな追加点、2対0です。セカンド回収、菅、回していく、菅のシュート、1点返して札幌。まあ、このセカンドボールをしっかりと拾ったところからうまく隙間抜けてボックス入りましたよね。最後は右足、モンブルグ飛んでいく、モンブルグ中央へ、オウンドール、もう1点取りに行くと、その姿勢が出たと思いますし、ゴールに向かってますから、まあ、田中俊太からするとやっぱり戻りながらなので、自分の背中に人がいるっていうのも分かってますし、馬場たり上げる、投げてくる、ヘッド、最後はホイブラーテン、浦和4点目。まあ、キックのボールが、まあ、札幌の選手が触ってるので少し軌道変わったと思うんですよね。ここでホイッスル、4対1、浦和大勝です。